シダ族シダは大型のミジンコの分類群である。シダ科に共通する特徴として頭部が大きく腕のように見える第二触角が太く長い。シダ科のオナガミジンコ族ダイアフェノソーマでは吸着器を持たないのに対し後頭部に水草などの機質に接着するための吸着器を持つ。ヨーロッパからシベリア、東アジアと極東までの旧北区、五大湖などの北、アメリカに見られる。 ストラウスが、ダフネ・クルスタリナ・オーエフ・ミューラー、1776と、されていた主要タイプとして、本属シだ・ストラウス、1820を設立した。かつては、コルフチンスキーがシダ、シだ・シだ・クルスタリナにサンアッシュ・シだ・クルスタリナ・クルスタリナ、シだ・クルスタリナ・アメリカーナ・コルフチンスキー、1979、シだ・クルスタリナ・オータバ・コルフチンスキー、1979を置いていたが、 現在はそれぞれ種に格上げされ、シダ・クルスタリナ及びシダ・アメリカーナ・コルフチンスキー。1979、アジアシダ・ミジンコシダ・オータバ・コルフチンスキー。1979が認められる。日本産のシダは、シダ・クルスタリナであるとされてきたが、実際は、アジアシダ・ミジンコシダ・オータバであるとされる現在は、以下の4種が認められる。ありがとうございます。